福井鉄道560系2006年、福井新駅にて、北陸鉄道も、派2200系電車は、当初北陸鉄道が、同社金沢市内線用に製造した、路面電車車両。後に、名古屋鉄道に譲渡され、岐阜市内線でも560系電車として使用された、うち一両はさらに廃車後に、福井鉄道へ譲渡され、560系電車となった。本形式は、 北陸鉄道金沢市内専用のモハ2200型として、1956年に2201万2202、1957年に2203から2205、1958年に2206が、いずれも日本車両製造で製造され、同線に投入された。百六十七年の全線廃止によって、余剰となり、モハ二千経前車、 もは2 1 0 0二2 1 0 7と共に、名鉄岐阜市内線へ移籍し、も560型と改称された。名鉄岐阜市内線本線の稲葉通ながら、北町間には急曲線区間があり、も570型などのボギー台車車両が投入できず、単車が使用されていた。もは2 2 0 0系改めも560型はもは2000、系改めも550型と同様、 ボギー台車を採用しながらも車長が短く、車服も狭かったことから、単車の置き換えを期待されての遺跡であったが、もう550型と比較すれば、車体長が、やや長いことから最初は、中節視線専用として用いられ、数年を経て、問題ないことを確認してからながら北町系統に、投入するなど、本線への投入は慎重に行われた。しかし、 1983年に老朽化のため3両が廃車され、残りも岐阜市内線鉄名町を稲葉通ながら、北町間が廃止された1988年に廃車となり、名鉄での使用を終えた。なお、機器の一部はも五590系のワンマン運転改造用に転用されている。その後、1989年に福井鉄道へも562の一両が売却された。 当初は福井市政100周年記念事業の一環として福竹線の軌道線区間での専用車両として同年1月1日から1月12日まで運行された。それ以降は主としてイベント運行に使用された。2001年10月から11月にかけて名鉄から対応されたも800型とともに福井駅前のトランジットモール実験で使用された。福井鉄道では 2004年11月に福井大学と大研科学工業が新型のリチウムイオン電池を使用した公開実験を実施し、その実験車両として560型が使用された。もは2200軽電車の他事業者への譲渡後における形式に関するカテゴリー一覧名鉄も560軽電車に関するカテゴリー、福井鉄道560軽電車に関するカテゴリー、 ありがとうございます。